ビクトリア・マナロ・ドレーブスはアメリカの飛込み競技の選手。1948年のロンドンオリンピックの飛び板飛び込みと高飛び込みの二つで金メダルを獲得した。女子選手として初めて10メートル高飛び込みと3メートル飛び板飛び込みの二つで金メダルを獲得した。さらにアメリカ人女子選手として初めて飛び込みで二つの金メダルを獲得した。サンフランシスコ出身。 サンフランシスコのサウス・オブ・マーケットで、フィリピン人、シェフ、ミュージシャンの父テオフィロ・マナロとイギリス人メイドの母、ガートルード・タイラーの元に生まれる。その両親は、サンフランシスコで出会い結婚した。コニーという双子の姉妹、フランキーという姉、幼い頃に亡くなったソニーという弟がいた。10歳になるまで、水泳のレッスンを受けることができず、5000頭を払い、ミッション地区のプールに行き、 赤十字より夏の水泳レッスンを受けた。高校ではバドミントン、バスケットボール、ソフトボールをしていた。1942年にバネスアベニューの商業高校を卒業し、貧しい家計に足しになるようにと、公安組の診療室で臨時の公務員職を務めた。16歳の時、ジャック・ラボリーという人物に飛べ込み競技を紹介された。彼女を フェアモントホテルスイミングダイビングクラブの水泳コーチ、フィル・パターソンに紹介したのはこのラボリーだった。人種差別とフィリピン人に対する偏見があったため、名前をビッキー・テイラーに変え、パターソンに受け入れられた。第二次世界大戦中は軍事活動に従事していたため、一年間飛び込みをやめていた。代わりにプレシディオ基地で仕事を見つけていた。 後にノースビーチのクリスタル・プランジのチャーリー・サバ率いる水泳プログラムに参加し、ジミー・ヒューズがコーチに着いた。毎日放課後は飛び込みの練習を50から100回行い、それはサンフランシスコ短期大学に入学後も続いた。19歳の時、インディアナで行われた AAU の全国大会の引込み競技に初参加し、ヒューズの指導の成果もあり3位となった。 1944年の全米 AAU 選手権で1942年の高飛び込みのチャンピオンであるサミウェルリーと仲良くなり彼の友人でオークランドで著名なアテネアスレチッククラブの水泳、飛び込みプログラムを運営していたライルドレーブスを紹介された。その後、ライルドレーブスとの練習を開始し飛びた飛び込みに加え高飛び込みもするようにした。ライルは フェアモントホテルスイミングダイビングクラブでの人種差別に嫌気がさし、サンフランシスコを離れ、ロサンゼルスに来ていた。マナロは、ロサンゼルスに通い、アウトドアナショナルズで2位と3位となった。1945年、父が亡くなった際は、以前働いていた、サンフランシスコの公安軍医の診療室の事務員の職に戻った。 戦後は南カリフォルニアに移り亡くなるまでそこにいた。コーチであったライルと1946年7月12日に結婚し1946年、47年、48年のナショナルタワーダイビングチャンピオンシップの10メートル高飛び込みで優勝した。1948年に初めて飛びた飛び込みの国内タイトルを獲得した。 デトロイトで行われたオリンピック予選において、飛び板飛び込みと高飛び込みのいずれでも優勝できなかったが代表に選出された。1948年のオリンピックに先駆けて5つの国内の飛込み競技の選手権で優勝した。オリンピックで勝利後、マナロ・ドレーブス夫妻はマニラジェイシーズの招待によりメートルフィリピンを初めて訪れた。29日間の訪問で、 マラカニアン宮殿のスイートに滞在し、父が生まれた場所であるバターンのオラニにいる父の親戚を訪ねた。リサールスタジアムなどでコートび込みの公開を行った。これは大統領のエルピディをキリノに見せるためでもあった。1949年のライフのレイアウトに登場し、1948年のオリンピックにおけるアメリカのトップアスリート二人のうちの一人に選ばれた。 オリンピック後にプロとなり、彼女のプロデビューのために、シカゴのソルジャーフィールドで開催されたラリー・クロスビーのラプソディー・イン・スイム・タイム水中ショーに参加した。また、LA コロシアムでスター選手のエスター・ウィリアムズと共にパフォーマンスを行い、ゼネラル・モーターズのコンベンションを行った。1949年と1950年はアメリカ、カナダ、ヨーロッパを パスタークラップのアクアパレードで回った。パームスプリングスのコーチェラバレーズエルミラドールホテルやパームデザートのシャドウマウンテンリゾートクラブで定期的にパフォーマンスを行った後、南カリフォルニアで子供を持つために飛び込みから引退した。クレンデールで子供を設けた後、夫と共にモントローズのインディアンスプリングスで水泳と飛び込みの訓練プログラムを運営した。 後に場所をエンシノに変えて行っている。その後は、タルザナに移りそこで35年間生活し、4人の息子、デビッド、ジェフリー、デール、キムを優れたヒコミ選手に育てた。その後は、夫はコーチと水泳の指導者を続けたが、自身は事務員として働いた。1960年半ば、フィリピンからの移民の第二の波がやってきて、大部分が、 マーケット地区の南に定住したとき、フィリピン教育センターの主相者となった。1968年、短距離選手のジェシー・オーエンス、フットボール選手のトビー・ハーモン、レーシングカードライバーのサム・ハンクスと共にサンズホテルに集まり、シティ・オブ・ホープに70万ドルの助成をした。1969年に国際水泳ェーデン入りをした。2005年、シティ・カレッジ・オブ・サンフランシスコの 最も秀でた卒業生に選出され5月27日にメソニックオーディトリアムで行われた学位授与式で賞を受け取りスピーチを行った。出席した2000人の卒業生から盛大な拍手を受けた。同年、ロサンゼルスアスレチッククラブの優秀な選手の一人として認められた。2006年8月、名誉を称え。 サンフランシスコの2ーエーカーの公園にビクトリア・マナロ・ドレーブスの名前が付けられた。そのフォルサム通りとシャーマン通りに面した場所は彼女の母校であるフランクリン小学校があったところであり、生まれ育った場所から4ブロック離れたところにある。1995年に夫婦でカリフォルニア州パームスプリングスに移り住んだ。2010年4月11日。 肺炎により悪化した水臓岩で死去した。カリフォルニア州カテドラルシティにあるホレストローン墓地に埋葬されている。ありがとうございます。